お任せパックで入ってるからって言われてもね、うん、それはやっぱネーミングが悪いよこれは。悪いですね、うん、私が考えたんですけども、うん、フランチャイズチャンネル。はい、三原社長とかなり久しぶりですけど、ね、久しぶりの会で、はい、まああの他では合ってるんですけど、ね、このチャンネルではそうです、ね、久しぶりということで、はい、何かその施策っていうのは。そうですね、うん、あのまあ、いろんな政策考えているうちで一つは、まあ、近くにスーパーがあるんですよ、うん、ありますね。このスーパーの、まあ出入り口でチラシを配らせてもらうって普通なんだけど、チラシだけじゃなくてプリペイドカードがあるんですよね、うん、プリペイドカードってあれ今3600円使えるカードがあるんですけども、うん、500円のカードっていうのもあるんですよ、うんうんうん、500円のカードをそのスーパーに来た方によろしくお願いしますとこう渡すわけですよ。なるほどね、まあ、で無料ですよ。なるほど。それをやらせていただいて、まあ、認知度をとりあえず1回使ってみてみたいな。それはことを。なるほどなるほど、まあ、これは500円の価値が、うん、まあ、使う人だとあるし、そうですね、でも別に使われなければ、うん、別にマイナスになるわけじゃならない、うん、カードの印刷代だけなんで。なるほどなるほど、まあ、それをちょっとやろうかなっていうのが一つですね。なるほど、それは500円、うん、そうね、500円無駄、うん、にしたくないと思う。そうなんですよね。可能性はあるね、うんうん、なるほど。ただですよっていうと、ただでも無料で洗濯機回すのはいいんだけど、そうすると別にあの来なくてもいいわけですよ。まあそうですね、500円もらっちゃってたら、うん、行かなきゃって気持ちになるわけですね。なるほどね。それを、まあ、こう手渡してこう配ろうかなっていうのを一つですね、うん、なるほど、まあ、これ効果はあるような気はしますね、うんうんうん、もう一つはね、あそこね、中央大学のね、寮があるんですよ、うん、大学生の寮が。そこにまあ、あの寮長さんにですね、うん、やっぱり500円のカードをバンと渡してこれぜひ使ってください。なるほど。大会系の人なんで。なるほど。大会系の人大好きなんで、ぜひあのご支援したいんで使ってくださいって渡そうかな。なるほどね、うん、まあ、それの2つをまずはやろうかなと思ってます。さらにもう一つ考えてるのはスマホ広告って言って、まあ、スマホご近隣の方のスマホにですね、はいはいはい、うん、それは分かりますね。 Facebook、Twitter、インスタ、LINE の、広告を打つと、うんうん、これは林さんのやつってのはあのおまかせパックってやつですよね。そうなんです、そうなんです。おまかせパックっていうのは基本的に林さんはお金を出したら何もやらないでいいと、うん、言うんでしたっけ。あのね、これがね、僕は失敗したなと思ってるんだけど、うん、おまかせパックは一応そのパートさんの面倒を見たりとか、うん、パートさんのお給料払ったりとか、うん、からちゃんと集金してるかとか、うん、掃除ちゃんとやってるかとか、うん、あと近隣でクレームが来たらこっちが対応するとか、うん、泥棒があったらこちら対応するっていうことはやるんですけども、うん、そこを任せるってことね。そうそうそう。ただこう売上をこうこっちがいつもチェックしてて、うん、売上がこう上がらなかったら、うん、なんとか施策を打つっていうのはないんですよ、ね、でしょ。だそこがね、ネーミングがね、やっぱり、ね、僕はね、良くないと思うんだよね。そうですよね、うん、これはどうしてもおまかせパックで入ったって言ったらおまかせしたみたいになるなっちゃうんですよね。そうなんですよ。で、これは僕も何人もコインランドリーのオーナー見てきましたけど、うん、やっぱり、うん、そのね、三原さんも昔よく、うん、その投資と経営の間だみたいな話があったじゃないですか。言ってました、ね、はい、やっぱある程度あるわけです。僕もね、冗談でね、うん、コインランドリーはもう加盟してしまったらね、あとはもう一生懸命雨降れ雨降れということをね、うん、祈りながらね、掃除するぐらいしかすることがないんだというのは、まあ、冗談では言うんだけど、うん、うん、でも科学的根拠はないけども、やっぱり一生懸命オーナーが入ってね、掃除したりとかね、もうちょっと売れねえかなと思っていろいろ店に入る、だこれで上がってくるっていうのもね、上がります、上がります、あるんだよね。例えばあのご紹介いただいた Y さんね、うん、でしょ、あそこはめっちゃやってますからね、やってるじゃないですか。 うちのまんまちゃんの一番鏡のような人なんだけど、うん、だから夫婦でね、いろいろ考えて、うん、まあ、ブログを書いてとかさ、もうブログ休まないですからね、うん、休まないし、もう本当店にも関わってるじゃないですか。相当やってますね、うん、だそういうオーナーもいるわけでいます、うん、はい。だからそれは林さんにそれを求めたって無理だから、うん、そこはやっぱりね、聞いてる方もちょっとわからないところあると思うんで、ね、でおまかせパックで入ってるからって言われてもね、うん、それはやっぱりネーミングが悪いよこれは。悪いですね、うん、私が考えたんですけども、うん、そこは僕は修正した方がいいんじゃないかなと思います ね、 そ, すね。それで、ね、社内からもいっぱいそういう話が出てて、うん、おまかせパックは良くないみたいな、うん、相当僕やり玉上がって大変なんですけど会社でも、ね、そもそも投資だから何にもやんなくていいと思いがちなわけじゃないですか、うん、そうですね。でやっぱりあるんだよね、商売ってのは。本当よく言うじゃないですか、便所がしてね、あそう売り上がってくるみたいな ね、 何の科学的根拠もないけど、うん、やっぱり自分の店だっていうことでね、うん、こう祈りにも似た何かをやるみたいな、やっぱあると思うんだよねそうですね、はい、そういうことで、じゃあおまかせパックはちょっと名前を変えるということで。変えるらしいです、はい。それで、それだからって林さんの店がそれで上がるわけじゃないけど、あそうですね、まあ、そこはまた、はい、はい